世界でね一番有名な研究所の一つだって私は言いますよ。中国とロシアが制裁をかけてる研究所なんですよ。今日はハドソン研究所の長尾先生にお越しいただきました。長尾先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初に、長尾先生というのはどういうことをやってらっしゃる方なんですか？そのことを今日どうやって説明しようか考えてたところなんですがね、私は本当はあのインド研究というよりは安全保障研究の研究者をやっていて、はい、それで博士論文に何書こうかなと思った時になぜかインドを選んでしまったというね、日本では極めて珍しいタイプなんですよ。でインドってなんで選んだのかなと自分でも疑問に思うんだけれども、うん、まあ、大体狙いがなかったわけじゃないですよね、うん、そもそもね、私はどんな人ですかって聞かれたらみんながやってないことをやりたいなと思うタイプなんですよ。あ、そうと、みんなねこうやってないとね、インドやってないじゃないですかっていうのがあるんだよね。だから自己紹介で何話したらいいのかと思うんだけども、インドの安全保障研究をやっている長尾ですと、うん、でなぜかアメリカのハドソン研究所におりますと、うん、アメリカのハドソン研究所になんでインド研究やってるのにいるんだと、うん、なんかねそういうような疑問がいっぱい浮かぶような変わった人種が私でですね、はい、いろいろこれからお話をさせていただく機会をいただけるということで、こんなところにおります。よろしくお願いします。今出てきましたハドソン研究所というところですけれども、一体どんなところなんですか？そうですね、それをまた説明するのは難しいところなんですがね、言ってみればこうワシントンにあるね立派な研究所なんですけどね、はいはい、すごい立派なビルにあってですね、それで入ってみるとですね、実は4階だけがそのハドソン研究所なんですが、そうなんですか？ですね、4階に入るとですね、そうすると大きくハドソン研究所って書いてあるんですよ、エレベーターが。うわーと思うじゃないですか、はい、それで入ってみて受付に行くと受付の人いないのね。あ、今日は休みかと思うんだよね、はい、受付の人忙しいからあちこちでいろいろさ仕事してるうちに受付のところにいないのよ。あ、それでね、受付のところで待っててね、そうするとそのうち来るわけだよ。それで来てですね、それで今日からハドソン研究所でやることになった長尾ですってやるわけですね。僕らちゃんと聞いていて、うん、なんと部屋も用意してあってですね、うん、行くわけですよ。ちょっと本棚があってね、椅子も机もあってパソコンも用意してあって全部用意した。おお、さすがやっぱり研究所ってのはこういうもんだなっていう感じする場所なんですよね、うん、ハドソン研究所の説明これでいいのかっていう感じになってくる状態になってるんだけど、そのハドソン研究所って何やってるのかっていうとですね、はい、要するにこの政策の研究、特に安全保障の研究してるんですね。でアメリカってね、安全保障とか軍事とかね、すごい活発な場所なんですよ、うん、だってなんでかったらね、あの国はね世界中相手にしてるんでね、はいはい、それでねこの世界中でねアメリカの国益に合わないということがあってね、やっぱりどうしてもこのアメリカのとして安全保障上問題だ、例えばテロ攻撃があったとかね、うん、それからあの国はどっかの国を侵略したとかね、そうするとねやっぱりアメリカには自分たちはもう警察じゃないって言ってるんだけど、うん、警察としての役割があってですね、うん、軍隊を送ってうおーってやるわけですよ、はいはい、だからね安全保障とか軍事研究ってものすごい重要で活発な世界なんですね、うん、アメリカっていうのは。そこで安全保障研究を政府に対して提言してるのがハドソン研究所ってわけです。あ、うん、問題はねもうそういう研究所いっぱいあるわけですよ、あの年ね、はい、ものすごいいっぱいある。ただまあハドソンはその中じゃすごい保守系では有力、右派系では有力、はい、私ねあそこ行って、ウハウハっつってたんですね。何かウハだったら ウハの中のウハだからウハウハなんだけど、同時に私入って嬉しいからウハウハだったのね、はい、うん、でウハウハっつってたのね。でそういう研究所なんですね。で実はねこうどっちかって保守系だから、バイデン政権よりもトランプ政権の時ね、うん、つまり共和党政権の時にやっぱりどうしても注目を集める研究所で、特にねトランプ大統領がなった時は、トランプ大統領っていうのはね既存のアメリカのエリートたちにはものすごい嫌われた人なんだよね。そもそもそういうところの出身じゃないし、はい、政策的にこのちょっとね奇抜だったしね、うん、それからエスタブリッシュメントって言い方でそういう既存のエリートをかなり批判したわけですよ、はい、だから仲間がいなくてね、そういう研究所いっぱいあってもワシントンにみんなこの反トランプだったわけだ。トランプ政権ができたら私は入りませんっていう文書が回ってきてね、でみんな署名した人が多かった。
そしたらトランプ2016年に大統領になってしまったでしょ、はい、そしたら急に、ね、入らないと証明が全部書いてあるわけだ、その人たちそれでね、それにね、時に署名しなかった人たちが集まった研究所がいくつかあって、その中の一つがハドソン研究所なんです。あ、特にね、距離置いてたんだけど、いつの間にかね、トランプ派研究所に抜かれちゃったわけでねいや別にハドソンはね、トランプ派研究所じゃないと、あの中立なんだと、民主党の人だって喋ってるし、共和党の人は、まあ、ものすごくたくさん喋ってるけど民主党に比べると、だけどやっぱり既存のね、共和党系だとも思われていた。だけどみんながいなくなっちゃったもんだから、みんな社名しちゃって、だから残ったのは 3H だと言われていて、それはハドソン研究所ね、それから、ヘリテージ財団、やっぱり H で始まるでしょ、それからフーバー研究所、ね、やっぱり H で始まる、はいはい、だから 3H とか言われてね、その中の一つ、いわゆるトランプ政権に影響力の強い研究所だと、まあそういうふうに言われたわけです。あとね、アメリカってのは軍隊派遣するだけじゃなくて、この武器を売るわけですよ、うん、各国ね、まあ、アメリカ武器売るとうるさいんだけどね、こういうことに使うなとかね、いろいろうるさいんだけど、でも世界で一番武器を輸出してるのはアメリカ で、うん、でそうするとね、何が起きるかっていうとね、軍隊を派遣するとその現地の情勢が必要でしょ、はい、と現地の情勢の専門家って軍隊にいつも抱えてるわけじゃないわけですよ、うん、そうするとね、シンクタンクっていう、そういうね、研究所にこう研究プロジェクトの依頼が来るわけです、はい、この現地についてよく知りませんかと、現地の人で知っている有力者とかいませんかとかですね、そこで研究プロジェクトでそういう人を集めてね、レポートを作るわけですね、うん、研究所にはそういう専門家がいるわけですよ、ね、アフリカ情勢の専門家とか、あの地域情勢の専門家がいるわけ、みんなハドソンなんかだと安全保障ばっかりやってね、ウハウハだからね、うん、だからそうするとこうそういう研究所のレポートを出せるわけですね、そうするとそれをね、軍とか国防省に提出できるわけですよ、現地はこういう情勢でこういうニーズがありますと、それからこう研究所で喋ってもらおうと呼んだ人がいるんだけど、この人はこの国じゃ有名な人なんですよとかね、友達がいっぱいいる人なんですよとかね、そういう人、そうするとコネクションができるでしょ、はい、だからこの軍事作戦やりやすくなるわけですね。それからもう一つは、あの武器売る、武器売るとね、はい、軍需産業がこの武器を売るときにやっぱり武器売れるかどうかの調査したいでしょ、うん、そうするとこうそもそもね、戦闘機欲しい国に戦車提案したってしょうがないですよね、うん、それと同じで現地にどんなニーズがあるかとか、そういうことを調べたいわけですよ、うん、でそうするとやっぱりね、研究所に研究プロジェクトを依頼してくるの、そう、あのこの地域の情勢というのはどういうものですかとかね、うん、やっぱり有力者知りませんかとかね、その国に軍事産業が、例えば防衛産業があったとしても、そこにこのそことコラボするね、連携するためにどういうプロジェクトが可能ですかとかね、そういうことも全部含めて情報が鍵を握るんですね。でね、これがね、結構バカにならないプロジェクトで、はい、1機100億円の戦闘機を100機売ったら1兆円でしょ。そうですね、それのうち 1% 調査費に当てたらそれだけで100億円ですよね。だから100億円の予算、研究予算で調査するってね、いろんなシンクタンクに依頼をその軍需産業の会社が出したら、そしたらそのうち一部はね、こう研究所の大きなお金として入ってくるわけです、ね、研究所がそこから有力者を呼んで喋ってもらうとか、そういうことをするために飛行機代を出したり、ホテル代を出したり、会場をセッティングしたら、ホテルの会場を借りたりね、まあ、ハドソン研究所には会議場があるわけだけど、そういう会議場を使ったり、それからその人たちにはお昼ご飯を出してあげると、みんなね、お昼ご飯食べるために来るからね、みんなワイ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 って来てね、それで一緒にその話を聞いてったってことが起きるから、はい、お昼ご飯用意するの大事なんですよ、アメリカの弁当ね。アメリカの弁当って日本の弁当みたいにカラフルじゃなくて、はい、あのサンドイッチドーンって入ってるみたいな感じね、サンドイッチとリンゴとね、ボッボッって入ってあって、こう箱開けるとサンドイッチとリンゴとクッキーしか入ってないみたいなね、そういう単純なやつなんだけど、でもそういうのは、でもお腹は減るから食べたいと思うでしょ、そういうところにパッと出せるわけ。いや、私それかなり好きだったんだけどね、私も1個ぐらい持って行ってたなんてことは秘密にしておいてそういう研究所で、要するにそういう研究プロジェクトをやってアメリカの安全保障に貢献するんですね。で、ワシントンで、だからそこですごい活発な、うん、はい、あの日本だとね、これ2つともないよね。自衛隊外に行かないし ね、それからあの軍需産業武器売らないから、あまり今までは、だからほとんどそういう資金で日本で安全保障シンクタンクが売る、あの大きくなってね、研究機関として世界中の情報収集してるってあまりないんだけれども、アメリカではすごく活発なんですね、これ。そうなんですね、うん、活発なんです。だからね、そうするとね、このアメリカ、ハドソン研究所っていうのは安全保障研究で相当、まあ、こう貢献してる研究所なんですね。
そういえばハドソン研究所っていうと最近有名になりましたよね。そうなんですよ、本当にそうなんですよ。今ね、ここはね、はい、世界でね一番有名な研究所の一つだって私言いますよ、はい、なんでったらね、研究所なんてね世界中にいっぱいあるわけですよ。いっぱいある。その中でね、珍しく何しろね、大国である中国とロシアが制裁をかけてる研究所なんですよ。そうなんですか。もう今年ね、その名誉に預かったわけですよ。素晴らしいでしょ。いや、だいぶ過激な感じですけれども、一体どうしてそんなことになってしまったんですか。いやね、結局ハドソンっていうのはね、はい、ウハウハなわけですよ、はい、ウハの中のウハね、うん、でやっぱりね、中国とロシアに対して強硬なんだけど、同時にね、この台湾とか中国に抵抗してるところにね、民主主義の素晴らしい台湾がということで応援する側なんですね、はい、それでね、この蔡英文総統がね、アメリカを経由してね、中南米のこの国交のある国に訪問しようとした時に、はい、アメリカでね講演してったのがハドソンだけです。あ、いや、そうなんですか。そう、それで中国政府がね、よくもこの蔡英文の講演なんか取り上がったなってことになるんですよ。それで制裁かけてきたので、その蔡英文が言ったルート上のとこ全部かけてったわけだけど、はい、でもそんなハドソンで講演してるから、ハドソン真っ先にかかったわけ。そしたらね、最近のロシアは、はい、中国見てついてくるんです。ほらね、最近ほら処理水の問題とかでも、はい、この中国はほら日本からの水産物の輸入あれ停止しましたでしょ。そう、そしたらね、1ヶ月経ってからロシアが水産物の輸入停止したりするでしょ、はい、うん、なんでロシア1ヶ月待つんだと思うけど、でも1ヶ月後とかに一生懸命追随してくるんですよ。だからね、ハドソンの制裁についてもそうで、中国が制裁かけてでしょ、はい、でそれから、ね、しばらくしてからロシアが、ね、制裁かけてきた。そうだったんですね。けしからんとか言って、何がけしからんって、昔からそれ言うならけしからんだろうと、ね、ハドソンは常に中国とロシアと戦ってるような研究所なんだから、いつ何時制裁かけてもおかしくないのに、このタイミングなんだろうなっていうわけですね。そうですね。